9月8日に放送された人気アイドルグループ、桜坂46の冠番組そこ曲がったら、桜坂、毎週日曜深夜0時35分、テレ東、ほかれみのにて配信中。今週の放送では、桜坂バスケ部、部員緊急募集が放送された、部員より美しいレイアップを決める逸材が現れ、騒然となる事態に。部活として成立する人数になるため、スカウトに現れたバスケ部今週の企画は、桜坂バスケ部。部員緊急募集ちょっとよく、わからない、と歯切れの悪い MC 原市澤部優が呼びつけたのは、7月に桜坂46公式 YouTube チャンネルで発足された、桜坂バスケ部だ。バスケ歴7年の石森里花、バスケ歴3年の村井優と大園玲の3名しかいないバスケ部は、澤部に顧問になってほしいと頼み込む。しかし最低5人必要なバスケットボールでは、3人では顧問を用意しても試合に出れないとぼやく澤部。大園がそれが今深刻な悩みで、と語り、バスケ部の3人は桜坂46メンバーから新入部員をスカウトしに来たのだという。そこで MC の土田照之からは、先日行われた運動会企画の休憩中にシュートを決めていた田村穂のほか、複数名の候補を挙げる。挙手制で問題を解決しようとした MC 陣だったが、メンバーから、嫌でもスカウトってかっこいいじゃないですか、スカウトされたい、という声が。そこで実際の動きを見てもらってスカウト候補を決めるため、実技テストが始まる。最初のコーナーは、ボールセンスを見せつけろ、レイアップシュート、バスケットボール部でも最初に習うレイアップシュートをメンバー全員で行い、センスがあるメンバーを見極めようというのだ。まずは、とても上手いとは言えない、という辛口の審査が入った村井のお手本を見せてもらいつつ、他のメンバーも実践へ移る。澤部からもアドバイスがありつつ、強いやつしかいらないから、突撃を飛ばされつつ挑戦するメンバーたち。しかし慣れていないためかボールがゴールに入らないだけでなく、そもそもボードに届かないメンバーも少なくない。懸命に頑張ったメンバーたちのうち、センスありと評価されたのは軽音楽部だった遠藤莉子。バスケは1年やっていたらしく、村井よりも上手い、これがお手本、と高い評価を得る。その他ゴールを決めた井上里奈などが挙げられた。見せる選手権、そしてあるものをかけた3対3のショートゲームも続いてのコーナーは、空を前。スローダンク選手権。誰でもダンクできる高さのゴールにダンクシュートしてもらい、スロー再生した時にかっこよく見える姿を演出してもらうという企画だ。それぞれ個性的なダンクシュートを披露しつつ、シュート後には様々なポーズを取るメンバーたち。細かなアピールを挟み、スローダンク選手権も滞りなく終了する。ほぼほぼ演出が肝となったスローダンク選手権は遊んでますけど、と澤部に突っ込まれつつ、最終審査へ。Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar. We'll be right back.
déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.